着しました。今ね、夜中の11時ぐらいなんで、今日は本当にホテル泊まるだけなんですけど、めちゃくちゃ暑い、ジメジメ、日本の夏みたいな気候です。はい、ホテルチェックインできた。はい、朝です。今朝の7時ぐらいですね。7時、ホテルに朝食がついてるっていうことなんで、ホテルの朝食行ってブラブラ外行って観光でもしようかなと。あ、今ですか？今一応ここ、あのプエルトリコサンファンリゾート地です。歩いてみましょう。青と緑、やばいな。上裸で走ってる人いるしな。いやもう海だ。ホテルから歩いて今2分ぐらいなんですけど。え、もう心の準備が、マジマジか。ちょっと買い物しよう。ちょっと俺の装備が甘すぎる。サンダル欲しい、サンダル。いやー、風が強いからめっちゃ水しぶき散ってて涼しい。めちゃくちゃ今こっち気温30度ぐらいあって、湿度もめっちゃ高いんですけど、めちゃくちゃ気持ちいい。一応スーパーマーケットがあるからそこに向かっては見ているが、スーパーマーケットにサンダルと水着が売ってるかは俺は分からない。じゃあちょっとしばらく歩いてみます。行くぜ。もう着替えてサンダルで完璧っす。行くか。やべえ、青いな。ちょっと海が困ったな。あれ、この看板ってさ、あれ入っちゃダメ、もしかして。スイミング not recommended deep currents nada no es recommended dangerous。 あれ、水着とゴーグル買ってきたけど。うわ、浜、オーマイガー。確かに入ってる人一人もいねえな。あ、ちょっといるわ。おお、気持ちいい。サンダルが、素晴らしい。水平線まっすぐ。野生のイグアナいた。おお、yeah, so here in this temporal
げえ。レッツゴー。さあ、僕は今海の中にいます。透明、めちゃ透明。自撮り棒のホールド力が落ちたらクロール水没して終わりです、この旅。さあ、オールドサンファンに向けて歩いている最中でございます。だいぶね、なんか近づいてきている気配を感じる。あっちの、ちょっと赤い屋根がちらほら見えてるらへんじゃないかなと勝手に思ってる。最高のロケーションを歩いているところでございます。水平線、うわー、音もいいね。危ない、帽子が。危ねえ、デジモンの最終回みたいになるとこだったらね。いやー、この道まっすぐ来まして、ようやく、やばい、もうサンダルの靴ずれと歩きの疲れの相乗効果でやばい、足限界。さあ、ただね、見えてきたんですよ、カラフルな街並みが。プエルトリコサンファンといえば、俺の調べた感じ、この市街地のおしゃれな感じと海、二強。色が鮮やか。そしてアイラブサンファンの看板、すごいカラフル。旧市街来たよ、おもろい。歩いていきますか。一家の地図は見なくて、なんかね、どこがいろいろ歩いたんですけど、どこがね、こう、うわーっていうよりかは、もうずーっとなんかカラフルで雰囲気が良くて楽しいって感じだなーと思ったり、ちょっと回しながら歩いてみることにした。またこのカラフルな街に真っ黒なのが映えるね、あった。さっきお店で鏡見たんですけど、俺この旅で黒くなりすぎててウケた。これインカメでもいいか。インカメます。はい、おう。さっき、ある場所でお互い一人旅で写真を撮り合った人、だいぶ遠くで会った人なんですけど、また会ってびっくり。あー、ちょっとアイス食べたいな。アイス食べよう。スモールだな。ココナッツ、めっちゃうまいんだけど。これは満足度高いわ。お、やばい、全世界の鳩がここに集結してるわ。プエルトリコ入国した日を入れて3日目、朝というか昼、ちょっとね散歩、昨日でだいぶ観光は遊び尽くしたかなっていうところで、あとまあ日焼けがちょっとね大変なことになってきて、もうタオルでカバーしてないと痛くてしょうがない。
ということで、まあ、今日はブラブラ。30分ぐらいかな、歩いてきて会場になんと着きました。じゃん、プエルトリココンベンションホール。ファーストアタックということで、ここは受付っぽいんで、まあ、そんな並んでないね。並びましょう。さあ、受付できました、ファーストアタックということで神奈川県。おお、メイン配信台あれかな。すげえ、やっぱ本当にエボっぽい。会場着きました。結構会場がすごいんで、こんな感じで噴水、会場どでかい。昨日ねエントリーは済ませてるんで、ちょっと試合開始まであと2時間ぐらいあるんで、まあフリーとかしつつ、アップしつつ試合に備えるって感じで。はい、今ね夜の22時ぐらい、大会1日目終わりまして、まあ、無事勝者側で12確定の位置かな。で明日ウィナーズクォーターから始まるって感じかな。ウーバーを拾ってホテルに帰ります。では、はい、そういえばね、今日朝カメラ回すの忘れてたんで、ファーストアタック2日目、今次がウィナーズセミということで、イーキング、多分プエルトリコのナンバーワンプレイヤーのバックマンとやりますね。ここ勝てればウィナーズファイナルということで3位確定なんでね、ここが結構勝負どこというか、ここ勝ったらまあまあ9大点、まあ、第3シードなんでね、ここ勝てるかどうかで6位から3位に半分になるのは超でかいんで、ここなんとか勝ちたいですね。ということでちょっと休憩して試合に臨みたいと思います。In third place, all the way from Japan, he came to visit Puerto Rico. Woo! Let's go, Cap! Woo! Cap! さあ、ご飯が届きました。これがタコスで、こっちがなんだっけ、忘れちゃった。トルティーヤ。あ、イスタケラバ行ったよ。 They cook it right on top and then it's like I think three looks too much. Bye bye. Safe travel to Japan. Thank you.ということで全行程終了。いやー、長旅でした。一回ねエボ SSC とかで2週間海外はやったことあるんだけど、その時はね日本勢いっぱい一緒にいたから、全然なんかね今回とはちょっと違うかな。今回オーストリア、プエルトリコ中ちょっと偏僻な旅でしたけど、いや非常に大満足の旅となりました。これにてエンディングとさせていただきます。